私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。神宮寺勇太の言葉がティアラのプロモーション活動を救った？ある芸能関係者は脱退を発表してから久しぶりにブログが更新されたので心配していたファンは大喜び。どうも国民的彼氏神宮寺勇太ですのワードがツイッターのトレンド1位になるほどの騒ぎになりました。ジャニーズのファンクラブブログはタレントの近況が伺い知れるとあってファンにとって貴重なツールとなっている。しかも今回はブログの中でファンを歓喜させる文言もあったというからなおさらだ。シングルの月読み彩りをティアラたちが一致団結して盛り上げていることに対し神宮寺は SNS 見てるからと報告したんです。盛り上げているのがティアラたちの一方通行ではなかったということに大喜びしています。King&Prince の神宮寺勇太25が先月末にファンクラブ限定のブログを久々に更新し、ティアラたちが勇気づけられているという。ティアラたちはキンプリのためにシングル「月読み彩り」をミリオンにさせようという「月読みリオン」そしてデビューシングル「シンデレラガール」を買おうという「おいでれら」さらにはコンサートツアーの円盤化を求めるなどの運動をネット上で展開している。ティアラたちの言動が行き過ぎているなどの批判もありますが、市のタレントのために何かをしてあげたいと思うのがファンというもの。神宮寺の一言で、ティアラたちはますますキンプリを盛り上げていくことでしょう。神宮寺も心強いに違いない。そのブログで神宮寺は、今年4月に放送された自身の主演ドラマ、受付の女王の DVD が発売になったということを告知した。同じ日に多くのホットニュースが思い出されます。具体的には、堂本光一が語る、新生ジャニーズワールドと脱退するKing&Prince。人気両近畿キズの堂本光一が、今日2日発売のエンタメ専門誌、日経エンタテインメント。2023年1月号に、登場。東山紀之や井ノ原快彦と共同で演出する後輩の舞台、ジョニーズワールドネクストステージ、23年1月1日開幕について語る。表紙関東インタビューはデビュー1年で日本のトップボーイズグループに駆け上がったイン飾る R。メンバーのソロインタビュー座談会のほか多くの関係者の証言をもとに彼らの魅力やポテンシャルを紐解くアーク。特製両面ピンナップ好き。メイン特集は恒例の2022年ヒット総まくり。映画、テレビ、音楽など7ジャンルの年間ランキングのほか、ワンピースフィルムレッド、トップガンマーベリック、スパイ系クルーファミリー、サイレントなどのヒット作をスタッフ取材を元に解説。この1年に飛躍した2022年の顔として、中川大志、川島民、ランジャタイ、福本莉子、八木勇征がインタビューに登場する。その他、冬の注目作を一気に紹介する年末年始超新作ガイド、大ヒット中の新海誠監督映画、すずめの戸締まり、研究、勢いが加速するスノーマンをアルバムとライブから徹底解剖するページも。保存版にしたい一冊となっている。光一の連載コラム「エンタテイナーの条件」は「新たなジャニーズワールドに向かって」というタイトルで届ける。演出の打診は9月末頃という堂本は19年から担当している「ドリームボーイズ」に続いて2作目の後輩舞台の演出となる。タイトなスケジュールでの打診だが、基本的に僕は振られた仕事は立ったことがないので、今回も雇われ演出家のスタンスで迷わず引き受けたと明かした。作品名には今回新たにネクストステージという副題がついた。その理由について、これからの時代を後輩たち自身が作っていくというテーマを打ち出すためと説明。出演するヒージェッツ、美少年、少年忍者に宿題として出していたタイトル案の中にあった一つといい、当初は上がってきた案を参考に演出陣3人で料理しようと考えていたんですが、このタイトルが今作品の全てを表していたので、全員一致でこれに決まりましたと採用に至った経緯を話す。東山、井ノ原とはプライベートでも親しい仲だが、制作という立場で共同作業をするのは初めてなので、新しい発見もあります。と、それぞれの現場での様子も。井ノ原が、滝沢秀明氏の後任としてジャニーズ JR が所属するジャニーズアイランド社長に就任したことにも触れながら、若い JR に対する率直な思いを明かしている。さらに、King&Prince への3人が退場することにも言及。退場を発表した岸優太、神宮寺勇太は堂本が演出したドリームボーイズの出演歴もあるため、驚きと無念を隠せないよう。落胆するファンに向けた精一杯の言葉や、長年ジャニーズでアイドルをやっている高一だからこそ説得力のある言葉が綴られている。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント。ドリームボーイズへの舞台演出素晴らしかったです。大人のミュージカルに生まれ変わって驚きました。食への時から可愛がっている後輩の退場について触れてくれることに愛情を感じますし、ファンのことも気遣ってくれてると思いました。岸君が辞める決断に至った背景はわからないけど、受け止めて見守ってくれる優しさや人柄、熟慮して言葉にしている思慮深さが舞台の演出にも染み出ている気がします。食お戻り棒も素晴らしい舞台。2019年に初めて光一くんが演出をした舞台は新しく生まれ変わり、感動もあり、かつ飽きさせない演出に驚かされました。鳴りやまない拍手とスタンディングオベーションに感動しました。ジャニオタさん以外にも見てほしい舞台。後輩の件は可愛がっていたし、本当に残念だと思うし、ファンももっと絡みが見たかった。光一くんを尊敬する岸くんが脱退退場することは光一くんにとって本当に無念だと思います。自分の後継ぎ者じゃないけど、引き止めたかったに違いない。昨年ジャニフェスを開催してくれて本当に良かった。愛の塊でキングキキズへのバックに登場したしおうくんと岸くんに鳥肌が立った。いろんなグループとの絡みも盛りたくさんで。こんな未来が来るなんて思わず、ただただ幸せだったな。すごく貴重で大切なブルーレイになりました。見た目から王子様キャラと思われがちだけど、光一くん中身は勘だよ、ね。いろいろ言いたいこともあるだろうけど、決して軽々しく発言しないし、全方位に気遣ったコメントできる、本当にリーダーに適した社会人だよな。って、ジャニオタじゃないけど、尊敬できる。堂本光一はKinKiKidsとして紅白歌合戦に出られるが、ソロ名義として紅白歌合戦に出られない。あなたはどうですか？この問題についてどう思いますか？丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。